皆さんこんばんは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。ですね、今日はね、また取材旅行に行ってきてるんですけどね、実は送ってきてもらったものを持ってきたんですよね。でこれね、これヤローゴールデンとですね、ヤローブラウニーっていうね、これね、地ビールですね。所沢の地ビールですよ、これ。で、まあ多分、あれですね、まあ、ふるさと自慢っていうあれだけどね、これ、所沢でなんか、ほんと作り出してね、自作自飲っていうんだけど、自分で作って自分で飲もうというようなことでね、なんか、所沢さんのね、これね、大麦かなんか使ってるのかな？そうですね、畑からやってんだね。まあ、そういうビールなんで、ぜひね、飲んでくださいって言われまして、事務所の方送っていただいたんですよ。それでね、これせっかくですから、この瓶のタイプって実はね、外国ではこういうのよくあるんですよね。実は、本来ですとね、これ、栓抜いてね、こうやって飲んでね。で、昔なんかはね、アメリカとかロシアって、ビールってアルコール飲料のうち入ってなかったからね、ドライブインなんかで売ってたらしいんですよね。まあ、あと、それからですね、つまみにね、なんとですよ、通りかかったところで売ったんですがね、これも場所はね、これも埼玉の和光のね、かつお節の池田屋さんってとこが出してるね、食べる削り節ってやつですね。なんかね、ふとね、あ、これは実はね、ある蕎麦屋さんで買ったんですよ。でね、ふとね、蕎麦代を払うときレジを見たら、ね、あったもんでね、なんか、食べる削り節何っつってね、ちょっとね、こう手に取ったらね、ふわっと柔らかいんで、あ、このまま買っちゃおうということで買いました。まあ、これ今あげたんですけどね。これをつまみ、あ、すごいな。すごい、香り立ちますね。これをちょっとつまみにね、まあ、ほどほど体に負担がかかんない程度にですよ、飲んでみようと思って、どっちからやろうかな。これね、ゴールデンとブラウニーとあってね、これどういう違いなのかな？ですね。クラフトビールね。ブラウニーはね、雑木林由来。こっちはね、雑木林なんだよね。多摩地方からところで雑木林なんですが、その木質チップを使ってですね、醸造したと。いうことですよね。燻蒸ですね。燻製の香りが湧き立ちますと。ブラウニーはそうですね。ブラウンっていう意味だね。で、ゴールデンはね、所沢産大麦を使用した、元祖所沢地ビール。イギリス伝統的ビアスタイル、ペールエールをベースに、麦の旨味にフランス原産、フランスのホップ使ってんだ。ホップの香りを効かせながら、すっきりとしたね。じゃあ、どっちもね、試してみましょう。まずね、このブラウニーからいっちゃおうかな。ね。ちょっと癖がありそうなんでね。ちょっとこれから飲んでみますね。はい。書きました。じゃあね、入れますよ。泡立ちがいまいちだな。お。泡立ってきた。でもそんなにね、厚みが来ないですね。単に入れ方が下手なのか。そんなことないと思うんだけど。これちょっとね、冷蔵庫で冷やしといたんですよ。今日昼間出かけてる間にね、ちょっとこれ入れといた朝ね。じゃあ、いただきます。いわゆる黒ビールの味だね。あー、うまいっす。早速ですね、この、あ、柔らかいね。うん。なんか猫になった気分ですね。皆さん猫にかつぶしってやんなかったですか？こんな風には削れなかったけど、昔家庭のお手伝いっていうか、まあ私母子家庭の手伝いで、母親が授業やったんでね、ちょっと料理をやるときは手伝ったりしてね、このカンナにね、かつぶしをかけたりして、で、まあ、当時のドラマではよく、猫にかつぶしやるってのがあってね。サザエさんのうちでもね、たまにね、かつぶしやるってのがあったと思いますよ。結構うまい。
満足ですねこれ。いや、なかなか極楽ですね。まあ、軽く風呂も浴びた後だしね、ビールうまいですね。いやーで、まあ、いろいろ、世の中も動きがありましてね。まあ、最近は、A 議員こと有田さんのことばっか追っかけてたんでね、お話もそっちが多かったんですけどね。まあ、今日あたり一生懸命ね、有田さんもツイートの世界で逃げてましてね。ああだこうだ、ああだこうだね、つまんないことに文句をつけてますよね。まあ全然質問に答える気はないと。まあ答え出してるようなもんですよ。そしたらあとはこっちがね、勝手に流水していろいろね書いてみて、それでちょっと間違ってるなら訂正していただいてですね、何にも訂正しないですよね。やれビジネスなんとかとかね、宙返りしたなんとかって、自分がねその一つのツイートの中で宙返りして破綻してるのみたいなのも大笑いでしたけどね。まあ冷静さがないというかね、本当に特定失踪者問題調査会の代表の荒木さんとお話しして、また荒木さんもねいろいろ発信されてますけどね、これから話すことに関係あるんだけど、まあ北の体制ね、 N 渓谷の体制が大きく変わりつつある。そして、ソウルでもパク・ウォンスン市長が変死を遂げると。まあそういう状況の中でね、なんかそこに関わってた人たちが大きく影響を受けてんじゃないのということをね、推測されてるんですよね、荒木先生はね。まあ、あながち当たってないことはないんじゃないかなと。ともかく焦り方が異常ですよ。まあ、同じ言い訳するんだったら、言い訳もしてないんですけどね、言い訳するよりもね、まあ、篠原とか、あるいは、インタビュアーの早川って男はね、まあ、共産党を追放した男でね、で、人間としての基本ができてないからね、俺は、こう、裏切るとか裏切ってないんだけど、あいつらはね、くるっと裏切ってね、金のために動いてるみたいな、本当に無礼な失礼なね、まさに名誉毀損なことを言ってるんですけどね、私はそんなことをね、いちいちね、大きなことではね、裁判でやりますけどね。まあ、喧嘩売ってくれたら、そう、裁判でも何でもやりますけどね。得意中の得意ですから。それにしても、ひどいもんだね。で、記者と、記者、この人は記者でも何でもないなんてね、早川さんのことをね、ツイッターで言ってるけど、あの人は赤旗記者出身なんですよね。なんと、共産党のね。共産党の機関紙、赤旗記者出身。で、国田刑事って、まあ、どうしようもないね、党の金で、まあ、愛人囲っちゃうようなね、おっさんの愛人とのデートのね、手引きなんかをね、車の手配からね、時間の調整までやらせるっていうのは、まあ、とんでもないね、まあ、トップがトップだからね、赤い貴族の不安なんていうのはね、5人も、あれですよ、党の金で職員派遣させて、住み込みで住まわして、1500棟の山荘で住んでるような男だからね、まあ、下がだんだん落ちて、こう、民主集中性の悪いとこで、だんだん型にね、ミニフワみたいなのできてくるわけですよ。まあ、他にもなんかね、カラオケボックスの中でね、あやびきしてるなんて私も見たことありますけどね。まあ、情けないというかね。で、それをですよ。これ全部本に書いて、もう発表してることを言ってますからね。まあ、ぜひ興味のある方は、Amazon で、電子書籍で買えますからね。愛とビクっていうのを買って読んでいただきたいんですけどね、こんなものを出してね、7年か8年になるのにね、一度も告訴もされなきゃ何にも言われないですよ。つまり事実ですよ、私の言ってることは全てね。まあいうことなんでね、だからそういうことをね、やって戦ってきた人間をね、ごまかそうなんて思ってるね、有田さんも大概にしといた方がいいと思うのね。私は戦うときは徹底して戦いますんでね。まして、有田さんがおっしゃらないから、私は肉声でも何でも出てくるんだろうなと思ってやったら出てきましてね。まだまだ出すテープっていうか録音はいっぱいありますんでね。まあ、これ以上不誠実な態度を取るんだったら、まあ私のいろんな組み立てで、ある工作員議員物語でも書きますかね。それで発表してね。やっていただいて、あるですよ。ある方のね、もう非常にヒントを得ましたよ、私は。まあ、こういう風にやられていくのかと。
いうことですよね。それでやってること自体はね、向こうにとって都合の悪いことを潰していこうと、分裂させ潰していこうということだったと。これはもうね、実際にあの暴言を浴びせられたね、藤田隆さんも、もう日々ですね、少しずつ少しずつですが、ツイートの世界で、自分の身に何が起こったかということをね、振り返って書いてますよね。したらですね、今、チーム有田はね、関係のないね、私たちがヘイトだなんだ、ブルーリボンバッジをつけるね、私も今日つけてますけどね、これ、缶バッジだね、ブルーリボン缶バッジをつけてますけどね、これをつけるやつはヘイトスピーカーが多いとか、何を言ってるんだ。別に僕はあれですよ、SNS 上でですよ、東京ブルーリボンの会で、講演される有田芳生さんの写真なんてのも SNS で出てきましたけど、そういう時だけはご都合主義でブルーリボンつけてるのね。つけんだったらね、中途半端じゃなくてずっとつけなきゃいけないんですよ。で、つけてる人間が悪さしたら怒ってあげないとダメですよね。まあいずれにしてもですよ、まあ一つのね、まあ私もこれからどんどん拡散していきますけどね、結局答えていただけないことは、あれですよね、2012年10月に、10月、まだ民主党政権があるときにですね、有田芳生参議院議員は、当時民主党のですね、国対にはね、自分はちょっと北京にちょっと行ってきますと、行ってきて、で、黙って、平壌に入って、で、入り方がちょっと悪いからね、同じ便でその、墓参団、報道陣同行の日本からの墓参団に会っちまってですね、写真バシバシ撮られて、で、日本で平壌入りを報道されて、なんだあいつなんだ、全然話聞いてないぞって話になっちゃって、まあ帰ったら、きつくお叱りを受けたようですね。で、ところがアメリカ大使館の方はいろいろ状況を聞いてきてね、アメリカは全然態度が違う、立派だって。それはあんた話が筋が違う。昔からこういう癖なんだよね。国会議員としての、まあ、自分のなんていうか立ち位置の自覚がないというかね、単なる、まあ、私なんか自称ジャーナリストですけどね、嫌なんですけどね、本当はね、我々が自称だったり、自称記者がその早川さんだったら、有田さんというのは一体何だったんだと、あんなのはただのテレビの喋り屋じゃねえかと、大した文章を書かねえしというふうに思いますけどね、私は。それは別としてね、じゃあなんでね、今でも考えるんですよ。なんで、その2012年の10月はね、ビザなしで北京から高麗航空に乗ってですよ、平壌に入ったのかと。多分ね、私思うんですけど、それでわざわざね、行ってからビザを作ったのは何なのかと。ビザなしで入れんだったらビザなしで出れるでしょう。しかも、NK 国っていうのはね、パスポートを一切これパッチンやらないから入った記録残んないのね。自分が入ってくる分にはね。要するに秘密裏に入ってきたかったんじゃないですかね。で、例えばですよ、北京に行ってて、まあ、国会議員っていうのはね、連絡が取れるように行かなきゃいけないんで、もうその時にですよ、北京に誰か、ね、連絡が取れる人がいたのかもしれませんね。で、あれたちはいろいろ北京で用事をしていますと。で、留守番役みたいなことをやってくれる人がいてですよ。で、もし万が一ね、日本から連絡があったら、その人経由で平壌に入ると、連絡がね、平壌に入ると、当時は多分携帯はね、持てないんですよね。預けるようになってたはずですからね。まあ、そんなことやって、秘密裏に行って帰ってくる予定が、たまたま同じ便にね、これ意外と皆さん知らないけど、全体主義国家ってお互いのね、持ってる情報って出さないんですよ。だからね、そういうことがしばしばね、いろんな国、中国でもそういうことは聞いたことあります。会うはずでない人が会っちゃったりっていうね、それはそれぞれ別の機関がね、ご招待しててですよ。そういうことはあり得るんだけど、要するに墓参団を受け入れててね、日本からの墓参団を受け入れて、マスコミを受け入れる部分と、まあ、有田さんどういう任務か知らないけど、有田さんを受け入れる部門っていうのが違うということでね。そうすると、お互いの仕事はね、まあ、情報を取得するっていうこともあるけど、利権が関わってることは多いんで、黙ってるっていうことは、まあ、常識なんですよ。全体主義国家でね。で、それがたまたま見つかっちゃったから、
まあ、合法的に行って帰った、まあ、形跡をつけなきゃいけないので、結局ですね、イミグレーションを出るときにちゃんとね、正式にやってるよということをするためにですよ、作ったんじゃないか。いわば、本来の秘密裏に行ってることが隠しきれなくなったんで対策を取って、ビザをわざわざ到着してから、高麗ホテルの3階で写真までお撮りになって作ったんじゃないかな、という予測をしちゃいますよね。お答えにならないんで、私は、手持ちのですよ、有田さんがおっしゃったことや、有田さんに関する報道を並べてみてそういうふうに推測するわけですね。で、これが違うんだったら具体的に説明していただきたいと思うんですね、私はね。まあ、要するに、どっちにしても、入って出てくることについて、取得したかったっていうことじゃないかと。で、その任務が、きちんとできなかったんで、後にですよ、そのインタビューした頃でしたよ。私が北京でたまたま、息子さん施設秘書、どうも、今、交換流れてる情報によりますと、2年前に事務所をお辞めになったと、ご長男ね、いう話ですけども、まあ私と北京で会って一人で動いていたと。これは有田さんがおっしゃるように、私はまだこれ確かめてないですけどね、まあ確かめようがあるんで、そんな平らかにしてるんでね、まあいわゆる日朝友好促進東京議員連絡会なるものの定期ツアーに参加してたんだと。そこで一般参加者として参加したんだと。まあでも政治家の人ですからね。しかもどう考えても向こうの受け止めは身分が分かってますから、これは有田芳生参議院議員の代行で来てるっていう扱いになるわけですよ。で、要するに、まあ、顔は知られてないと。世間一般にはね、私は知ってますよ。これで、自分の身代わりに生かしたんじゃないかと。それから、交換聞くっていうかね、これはもうたまたまちゃんと関係者から耳に入ったんですが、そのビザなしで有田芳生参議院議員が、MK 国に入る時の一つの最初の渡りをつけたのは、芦沢和明渋谷区議会議員、この今日朝友好促進東京議員連絡会の事務局長だったと思います。私お会いした頃ね、まあ民主党政権の時に拉致の担当大臣も親になった中井博史さんもこのルートね、芦沢区議のルートを使って、NK 国の去るところどこかは私は分かりませんが、連絡をつけて何がしかの話し合いをしたような話を聞いております。つまり、かなりね、特別な地位があった方なんですね、芦沢和明さんって方。でもどういうわけか、2018年に、まあ、変死してしまったと。で、ありていに言うとですね、2010年に有田芳生さんは初当選されたんですが、この時は選対本部長は違う方でした。私知ってる人ですけど。で、この2012年においてですよ。その芦沢さんとのつながりができてくると。で、2016年の、本来その1期目立たれた時に講演会の皆さんに皆さんおっしゃってた。私は1期だけ、拉致問題のためにやるんだということを、さらに、まあ2期目やりますと、2期目もやりますということで言って、その時の本部長をやったのが、芦沢和明さんでしたね。私は大して応援はしなかったですけどね、その時はね。まあそれで、まあその前から芦沢さんとも、私はご紹介いただきまして、有田芳生さんね。芦沢さんが開いた学習会みたいなものにも、2、3度行かせていただきました。まあ有名なキム・ジョンナム氏ね、キム・ジョンナム氏にインタビューをした、東京新聞の論説委員だったね、ゴミ記者さんが王講師に迎えた勉強会であるとかね。まあ、どっちかというと、芦沢さんに対して私はいい印象を持ったのは、是々非々でやってる人なんだなと。拉致問題についてもね、きちっと公平なスタンスがありそうな方だなというふうに思ったんで、お付き合いさせていただきました。で、亡くなるですね、変死される比較的近くの日まで連絡を取り合ってました。
誠にこの急にビルから転落された、マンションから転落された、あのマンションに何があるのかってのが非常に気になりますよね。あのマンションは何か、だって渋谷の区議なのに新宿のね西口からちょっと行ったところのマンションから落ちて死ぬなんてどう考えてもおかしいじゃないですか。なんか何があったんだろうと、亡くなった場所も非常に不可解だし、その後これくらいお世話になった人に対してあれだ、これだけ今饒舌に私のことだったのが何遍ね、あの宙返りしたねビジネス欲って言ったら分からないような方があんだけお世話になって一緒にですよ、NK 国平壌にも行った方をですね、お悔やみの言葉すらろくに言わない、追走アット新宿なんて言ってね、なんか花嫁のブーケみたいなちっちゃい花束を地面に置いてですよ、写真撮ってそれだけ。私は非常に不気味に思いました。これは私だけじゃないようですね。例えば当時もう民進党になってましたが、同じ同僚議員である方なんかはね、芦沢さんにお悔やみを述べてるわけですよ、ツイッターなどでね。これだけツイッターで饒舌なね、有田芳生さんが、2016年には本部長もやり、また2012年にはビザなしの渡航についてもきっかけを作ってくれたと言われるですね、それくらいですね、側近としてもまた具体的な活動でもお世話になった方に対してお悔やみを言わないということは誠に不自然だと思っております。まあこうした問題ぜひね、こうやってちゃんと答えなければ、私はどん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 推測の範囲の話をしなきゃならない。これは私が掴んだ範囲で物を言ってることですから、名誉毀損にも何もなりません。疑惑は深めてるのはあなたの方だからね、有田さんね。だからそういう点ではね、いくら悪口を言ったって、私のね、あるいは早川さんの悪口をいくら言ったって、あるいは藤田さんに対して暴言をいくら重ねたって、こういう事実は変わらないんです。まあ、非常にですね、私は、この、有田芳生における平壌ルートというものに対しては、非常に疑念を持たざるを得ません。これは日本の国益にもなっていないし、まして、拉致被害者を助けるためのルートにもなっていないという確信を私は持ちました。いろんな行状についてもね、皆さんね、私がこういうこの SNS の時代ってのはすごいなと思ったんですけど、まあ有田芳生という人は本当に立派だなと私は思っていて、毎週ですよ質問収集を出したと。しかしそれ今を振り返るとですね、例えば私はこの藤田進さん、藤田隆さんのお兄さんの藤田進さんについて出した質問収集っていうのは割と前向きだなと思ったらですね、別の方が掘った質問収集ではね、淀郷犯人ですね、平壌に亡命中のこの人たちを利するような質問もしてると、一体この質問は誰のためにしたんだというようなこともツイッター上では現物の写真入りですよ、まあデータいくからでも取れますからね、会議録、参議院の会議録検索システムでね、まあそういうような指摘も出るようになった。あるいは政治資金の問題についても出だしましたね。ちょっと不明朗なね、使途の金があると、支払いがちょっとこれは不自然だとした政治資金としてはね、いうような指摘もある。私はまだそれ全面的に見てません。私自身もね、これは政治資金収支報告書ってのは見ることができますからね、見てみてもいいんだけどね。まあこうやってね、不誠実ってはっきり言いましょう、不誠実にね自分に対して向けられた疑念をですね、政治家が晴らさないうちはね、どん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 痛くない腹もさ探られながら新しい疑念って出てきちゃうんですよね。そうした点ではね、まあ有田さんはそんな大した追及はしてなかったと思うけどね、いろんなことでね。まあ今をときめく立憲民主党でいらっしゃいますから、立憲民主党っていうのはね、もうとかくブーメランが得意なところでしてね、まあ立憲の友達もいるからね、あんまり言いたくないんだけどね。まあだからそういう点ではね、自分がまさかこんな大ブーメラン食らうとは思ってなかったろうね。
まあそんなことでね、引き続きあれですよ皆さん、のんびりやりますけどね、この有田問題っていうのはね、皆さん皆さんを啓発していただいて、皆さんよくこうやってスパイ防止法を生むっていうけど、スパイ防止法なんてそんな簡単に作れませんから。で、私来週ね、まあ今日ですね、実はチャンネル桜の討論の収録がありまして、オーストラリアの方のことを非常に詳しく、まあ、運動にも参加、いわゆるその慰安婦像の撤去というか作らせない運動にも参画し、またチャイナのね浸透についてもですね、オーストラリアの政界および社会がね、これを拒絶してですね、外国干渉防止法というね法律を強化して、いわゆる工作ね、対オーストラリア工作、チャイナのね、これを阻止していき、国会議員もね、まあ、はっきり言って汚染された人は辞職させていくということができる法律が作られた。まあ、こういうものをね、やっぱりね、もう一度研究してね、日本で何ができるのか。一部分あるんですよ。いわゆる諜報行為で国益が損なわれることを抑止するための法制として、特定秘密保護法っていうのがあります。私はまだこれは不十分な法律だと思っておりますが、まあそれに加えていろんなね、国家公務員とか、あるいは国会議員の言動、国会議員の言動とかね、行動をね、いろいろ規制かけて難しいんですよ。これは公正、行政の公正をね、監視するっていう役割もあるんで、秘密にわたる部分も触れなきゃならない。ただし、これ大事なんだけどね、国会議員も守秘義務があるってことなんだよね。だから必要な範囲で情報は公開するし、情報を得て、それを批判するっていうことができるし、だからその場合はね、どうしてもその国家の秘密に関わることをチェックし審議しなければならないときは秘密会っていうのがね、国会で認められてますからね。その場合ですね、その秘密会で話されたことってのは基本的にもうこれはダメです、漏らしちゃダメってことになってるわけですよ。その代わり皆さんがね、選んだ代表が入っているということで、国民に不利益にならないような議論を行う、行政チェックを行うということが担保されているわけですね。しかしながら、その国会議員、秘密に触れることもできる国会議員が、まあ、国全体が預かり知らぬうちにですよ、どちらかというと、我が国の国益にあだなす、例えば国民を拉致するような国にですね、無断で入っていく。それも非合法な手段で入っていくっていうのは、誠にこれは由々しき事態なんですよ。一体何をやってきたのかっていうことが問われるわけですよね。まあ、そういう点では、今回見られたような、有田芳生参議院議員が2012年に行ったり、あるいは僕はちょっとこれ勘違いかもしれない。勘違いだったら訂正してほしいんだけど、有田さんは2回行ったことになってるけど、私は3回って記憶してるんですけどね。それを含めてね、2011年も確か行かれてたと思いますよ。文科省の課長と一緒に。まあだからそういう点ではね、まあ、積極的になんかいろいろ動いたんだけど、それがダになっちゃったのかな。だから少なくとも2012年の行動とか、そういうことはですね、これは国会議員の行動としては許されない。っていうのは常識だよね。合わせてですね、これはいろんな言い分があるだろうし、人間関係のこともあるし、あれですけどね。やはり、今、特定失踪者家族会の副会長だった藤田隆さんがおっしゃってるようなね、3年前誘われて、北朝鮮人権人道ネットワークというのに参加したけれども、国交正常化先にある日で自分と考え方が違う。だからやめたら、攻撃されるようになり、有田氏には、恩をあだで返すなという暴言を吐かれたと。いうこと。これは撤回しないでね、ずっと続いてるわけだけどね。謝りもしませんよね。およそ国会議員が一般の方に言うようなことではないわけですよ。権力者でもあるし。だからそういうことも含めてね、これはまさに運動を分裂させるような行動をあえて取ったのか。これもですね、一種ですよ。外国の影が背景にあったらば、これは外国による干渉ということになりますし、そうした場合ですね、オーストラリアのように、法制がね、外国干渉の抑止についての法律があれば、これは法律のね、これは民主国家ですよ。民主国家でも法律で規制される対象になる可能性があります。だからそういうね、まあ、
スパイ防止法というよりももうちょっと具体的にね、例えば有田さんのケースをケーススタディしてもいいんですよね。これはここの点は望ましくないから、こういうことはさせちゃいけないような法律にしなきゃいけないと。またこういうことをやってる恐れがあるから、これは検証し、抑止していくために何ができるのか、言論の自由、表現の自由、そして国会議員だったら国民 の, だあの選んだ代表としてね、代議権ですからね、調査をする、秘密を知る権利もある。この権利を担保し、チェック機能を、ね、果たし立法機能を果たしながら、でも利的行為ね、いわゆる日本の国益をね損なう、国民の安全を損なうような行為が国会議員においてされないような仕組みってのはどうやって作るかということは、法律のね、範囲で、立法の範囲で考えていかなきゃならないと思います。まあそうしたね、ちょっと検討もね、来週あたりから山岡哲秀さんも交えて、また他の方も交えてね、私はありがたいことに IT サロンもやったらですね、非常に勉強熱心な方が集まっていただいている。また私は参政党のボードメンバーとして活動もしておりますが、参政党には非常にね、海外事情の分析チームもできましたし、もう皆さん手弁当でね、集まってきてね、何千人って方が集まって、あ、これいろんなことできるんだなと思いました。そういう方たちと一緒にですね、この立法行為についてもね、調査の上、考えていきたいと思います。そうした面では今回ですね、有田芳生議員の、まあ、はっきり言えば傍若無人なね、行動ですが、いいケーススタディになってるなという気はしております。別に有田芳生議員に感謝するつもりは全くございませんけどね。まあ、悪い国会議員の典型をやったなと思ってますよ。うん。まあ、本当はね、朝鮮労働党の、第7期第6回全員、中央委員会の第7期第6回全党員会議のことをちょっとやろうと思ってたんですが、あんまり長い時間できませんね。まあ、今回、まあ、実はインテリジェンスウェポンのね、メルマガにも詳しく書いてあるんで、分析記事があるんで、ぜひ読んでいただきたいんですが、一言で言ってですね、あ、これで決まったなと思ったのは、あ、キム・ジョンウンはもう再起不能なんだということが確信されました。同じことは、先ほどのお名前を挙げさせていただいた特定失踪者問題調査会代表のですね、荒木和弘さんが、昨日付けでしたかね、昨日付けのショートメッセージという YouTube のね、荒木和弘チャンネルの YouTube の番組でもおやりです。皆さん、それぜひご覧になってですね、この今言った朝鮮労働党中央委員会第7期第6回、全体会議とか全員会議とか言われてます。これのですね、報道ね、主にね、韓国の朝鮮日報とか連合ニュースっていうところの日本語サイトに載ってます。こういうものも読んでいただいて分析すること。あとですね、YouTube 上ではね、DPRK Now っていうね、これ明らかに向こうのなんだけどね、YouTube のアカウントを持ったわけですよ、向こうも。それで、ニュース番組に流れてます。一体、またなんですけどね、あの、カニカッコ付き、ジョン同士が出てくるんですが、お前誰よっていうレベルのやつですけど、また音声消して演説一生懸命やってる。でも今回ね、ほんとね、映像を見るといろんなことわかります。ぜひ皆さん観察してですよ、いろんなメッセージを受け取ってみたらいいかなと思いますよ。ちょっとね、これ。今日はでもあれだな、配信をやめてから2本目いくかな。とりあえずこれね。風呂上がりいいですね、ビールね。まあそういうことでね、いよいよ動き出して、この中央委員会総会で来年の1月に党大会決まってきたと。これはね、ポスト体制が大体はっきりしてきたんだろうなということも考えられます。まあ、ぜひですね、ご興味ある方はインテリジェンスウェポンの方も見ていただいてと思います。で、近々ですね、インテリジェンスウェポンの方で、まあ、有田芳生さんの音声と、ハイライト集っていうのを作りますから、何編か。活字にも起こしてますしね。それをご覧になりながら聞いていただくことで、有田芳生さんの真意というかのがね、まあ、やっぱ音声っていいですよね。表情がわかるからね。
まあ、有田さんがどんな思いでいるのかってのをちょっとだけお考えすることができるんじゃないかな。そういうものも準備しておりますんで、ぜひですね、インテリジェンスウェポンの方も興味があったら入ってみてください。まあ、そんなことでですね、今日はだいたい30分ぐらい話したと思いますので、あんまり遅くなっちゃうとね、翌日響きますんでね、今日はこの後はですね、のんびり考えながらいっぱいやって休むことにします。今日も旅先なんですけどね、頑張って取材もやりたいと思います。それじゃあ皆さん、これで失礼します。それで、できましたら、これ興味ありましたらチャンネル登録の方も皆さんね、ぜひお願いしたいと思います。チャンネル登録の方していただきますと、私の方の活力にもなりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。